64。そう言ってやったら当人も励みになって勉強することでしょう。よろしゅうございます。それから あの妙なことだが、水島にも似合わんことだと思うが、あの変物のくしゃみを先生先生と言って、くしゃみの言うことは大抵聞く様子だから困る。何そりゃ何も水島に限るわけでは無論ないのだから、くしゃみが何と言って邪魔をしようとわしの方は別に差し支えませんが。水島さんがかわいそうですからね、と花子夫人が口を出す。水島という人には会ったこともございませんが、とにかくこちらとご縁組ができれば生涯の幸福で、本人は無論依存はないのでしょう。ええ、水島さんはもらいたがっているんですが、くしゃみだの酩酊だのって変わり者が何だとかかんだとか言うものですから。そりゃよくないことで、相当の教育のあるものにも似合わん所作ですな。よく私がくしゃみのところへ参って断じましょう。ああ、どうかご面倒でも一つ願いたい。それから実は水島のこともくしゃみが一番詳しいのだが、先だって才が行った時は今の始末でろくろく聞くこともできなかったわけだから、君から今一応本人の成功学祭等をよく聞いてもらいたいて。かしこまりました。今日は土曜ですから、これから回ったらもう帰っておりましょう。近頃はどこに住んでおりますかしら。ここの前を右へ突き当たって左へ一丁ばかり行くと崩れかかった黒塀のあるうちです、と花子が教える。それじゃあつい近所ですな。わけはありません。帰りにちょっと寄ってみましょう。なに、だいたいわかりましょう、表札を見れば。表札はある時とない時とありますよ。名刺を午前粒で門へ貼り付けるのでしょう。雨が降ると剥がれてしまいましょう。するとお天気の日にまた貼り付けるのです。だから表札は手にはなりませんよ。あんな面倒くさいことをするより、せめて木札でもかけたら良さそうなもんですがね。本当にどこまでも気の知れない人ですよ。どうも驚きますな。しかし崩れた黒塀のうちと聞いたら大概わかるでしょう。ええ、あんな汚いうちは町内に一軒しかないからすぐわかりますよ。あ、そうそう、それでわからなければいいことがある。何でも屋根に草が生えたうちを探していけば間違い一個ありませんよ。よほど特色のある家ですな。あははは。鈴木君がご高来になる前に帰らないと少し都合が悪い。談話もこれだけ聞けば大丈夫たくさんである。縁の下を伝わって雪院を西へ回って築山の陰から往来へ出て、急ぎ足で屋根に草の生えているうちへ帰ってきて、何食わぬ顔をして座敷の縁へ回る。主人は縁側へ白ゲットを敷いて腹ばいになって、うららかな春日に甲羅を干している。太陽の光線は存外公平なもので、屋根にペンペン草の目標のある牢獄でも金田君の客間のごとく陽気に暖かそうであるが、気の毒なことにはケットだけが春らしくない。製造元では白のつもりで織り出して、陶物屋でも白の木で売りさばいたのみならず、主人も白という注文で買ってきたのであるが、何しろ12、3年以前のことだから、白の時代は特に通り越して、ただいまは農会色なる変色の時期に遭遇しつつある。この時期を経過して他の暗黒色に化けるまでケットの命が続くかどうかは疑問である。今でもすでにまんべんなく擦り切れて、縦横の筋は明らかに読まれるくらいだから、ケットと称するのはもはや戦場の沙汰であって、毛の字は省いて単に
とでも申すのが適当である。しかし主人の考えでは1年持ち、2年持ち、5年持ち、10年持った以上は生涯持たねばならぬと思っているらしい。ずいぶんのんきなことである。さてその因縁のあるケットの上、全申す通り腹ばいになって何をしているかと思うと、両手で出っ張った顎を支えて右手の指の股に巻きタバコを挟んでいる。ただそれだけである。もっとも彼がフケだらけの頭の内には、宇宙の大真理が火の車のごとく回転しつつあるかもしれないが、外部から拝見したところではそんなこととは夢にも思えない。